粉元チャンネル。はい、ようこそマザー牧場へということで、マザー牧場来ました。今日はまだ早いから全然車来てないね。おバイクの人、125。すんげえ牛でけえんだよな。ここかな。はい、来ました。お久しぶりの林道だ。去年は12月と行ってないし、1月も行ってないから、なんて2ヶ月ぶり以上だね。ということで、木向山線来てます。しばらく天気良かったんで、すごくコンディションはいいですね。はい、というわけで今日は ADV150 ラストランとして木向山線に来ています。またと思った方、いえ、ちょっといつもとは違うんです。今回は木向山線の林道の看板を撮影しに行くツーリングなんです。と思った方もいらっしゃると思いますが、まあ、実はね、この空き地、林道の方に行くと、必ず標識の写真も撮っているんですよね。でも木向山線、何度も言っていますけど、標識なかったんです。それとよくここに来ていて、木向山線とは言っているんですけれども、何か釈然としない気持ちもあったんですよね。本当にここ木向山線なのって感じ。ここが木向山線と言われるのは、途中に木向山線支線の記念碑があるからだと思うんですけれども、じゃあ本線はということで、この走れなかった時期にネットや人づて、あとは地道に Google ストリートビューで調べたところ、とうとうその場所が判明しました。なので木向山線を走った後で、本当の木向山線に向かおうと思っています。まあ、なんじゃそりゃって感じですけれども、で、特に、難しい場所にも行かないので、ラストランの ADV150 の話でもしていこうと思います。このチャンネルは ADV150 に乗り換えたタイミングで配信を始めた、まあ、いわばね、 ADV150 をメインとしたチャンネルだったんですけど、いつの間にかね、林道主体になっていて、チャンネル設立時の ADV150 で千葉県の観光スポットや B 級スポットを回るというね、趣旨からだいぶ外れてしまいました。で、今ではね、そういった動画を見る方よりもちょっと香ばしい方の方が多い、男性率 100% のチャンネルになってしまっています。で、今回 ADV160 に乗り換えるにあたって、最後のツーリングとなるこの ADV150、こうやって走ってると、このバイクの魅力をまたね、というか再認識します。まあ、今でもたまによくスクーターで林道とかコメントをいただくんですが、多分ちゃんとしたオフロードバイクの方がいいよってことを言いたいんだと思うんですけれども、まあおっしゃる通りなんですが、まあ、このスクーターという乗り物、オフロードバイクにはない利点もあるので、短所も多いんですが、それを把握した上で乗ると、オフロードバイクより林道走行に向いてることも多いんです。このチャンネルを通して ADV150 や160が気になった方もいるでしょう。そして林道に行ってみたいという方もいらっしゃると思います。なので今回 ADV160 が発売になったこの時期に、 ADV で林道を走る楽しみや短所について話していこうと思います。まずね、短所から重大な順から言います。第一に、深い輪立ちに弱いということですね。オフロードバイクがつけた輪立ちでも、まあ、サイドが引っかかってスタックすることが多いです。まあ、そういった場所は走れないので行かない方がいいです。10センチを超える深さの輪立ちは危険になってきます。第2に、フロントアップが事実上無理ということですね。なので丸太越えやロックセクションといったところはちょっと不向きです。第3は、駆動系の弱さと CVT の特性です。ちょっと走ると駆動系から異音、下手すると焦げ臭くなります。また CVT の特性上、アクセルを緩めるとハイギアになるので、激坂なんかも苦手です。第4はステップ周りです。ニーグリップはもちろん難しく、スタンディングの不安定さはスノーボードに乗ってコブ斜面を降りていくような感覚です。第5はタイヤかな。まあ、これは一応ブロックタイヤが出たので、それほどハンデではなくなったと思います。まあざっくりこんなところかな。
なのでこのような場所に行かない方が無難です。逆にオフロードバイクより良いところは小回りが利く、足つきがいい、エンストしない、服装が汚れづらい、荷物が入る、移動が楽、洗車も楽って感じかな。特にね、乗り降りがしやすいのも良いところですよね。ちょっとね、不安定になった時にすぐ足がつけるっていうのはね、いいところだと思います。実際ね、かなり狭い場所でのターンもオフロードバイクより簡単にできると思うし、やぶこぎでもカウルが自分のことを守ってくれます。荷物が多く入るということはレスキューグッズも多く持ち運べるということで、チューブレスタイヤということもあってパンクも簡単に修理ができます。なので私みたいに初心者に優しくてちょっとだけ冒険したい人にはぴったりだと思うんです。普段ね、通勤にも使えるし。で、不満点の方はオガチャンネルさんのような場所には行けないということぐらいですかね。まあそこまでの場所はですね、たとえ私がオフロードバイクに乗っていても行かないと思うので、実質不満点はないです。ということでこの ADV150 を乗ってからいろんな人とも交流できたし、絶景も拝むことができました。それにやっぱり日常では味わえないスリリングな感覚も体験できて、私史上最高の相棒になりました。本当にありがとう ADV。 それで今度乗り換える ADV160 の方はというと、バイク屋さんに色は何でもいいのでなるはやにとお願いしているので、何色になるか自分でもよく分かっていませんが、まあ、最新情報によるとまた黒になれそうな感じです。2月21日に入ってきそうなので、この動画が配信されている時には多分確定していると思います。もうご試乗者様の中にもご納車されている方もいらっしゃるということで、羨ましい気持ちもありますが、この時期が一番楽しいと思っていろいろ想像しています。最後に体調のことご心配をおかけしていますが、まあ、はっきりと正直に話をしますと、今回ツーリングに行って分かったことは、まだ今までのように林道を走ることはできないということですね。山登りをするのはもうしばらくの間は諦めることにしました。当分の間はこの動画のようにアフレコで音声を入れるか合成音声に変えないといけないのだ。なので月一度くらい緩い林道を走ってマイペースで動画配信をしようと今は思っているのだ。ということで、急に音声がずんだもんになっても笑って許してください。まあなるようにしかならないって感じで、その時できることをやっていきます。それではね、本当の木灘山線というか林道標識の方をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。はい、ということで木灘山線の方を走ってみました。今まで全然林道標識なかったと思うんですけど、全く違う場所にあるのでそちらの方行こうと思います。木灘山線って今の場所かどうかって本当に合ってるかどうかなんですよね。あまりにもね、林道の看板が違う場所にあるので、そっちに本当の木灘山線があるんじゃないかなって実は思ってます。ここが右県道163号線ですね。私も行ったことがないので通り過ぎちゃうかもしれないんで、ゆっくり行きます。ちょっとね、ADV ラストランということでかなりのパーツを今取っちゃっていて、勢い余ってねスマホホルダーまで取っちゃったんで、ナビが全くできないんだよね。お、素焼きしてる。ここら辺じゃないかな。あった、ここでしょう。ありました。はい、ということでね、木灘山線の林道標識ここにあります。木灘山県営林という形で、ここは許可が必要なんですね。ということでここが木灘山線ですね。すごいなんかこうツタがこうやってて